おはようございます。ケンです。テスラの販売が低迷し、欧州ではシェアを失い始めています。さらに、ホンダやトヨタが新型 EV を発表し、競争がさらに激化しそうです。特に注目したいのが、 テスラの販売不振が欧州で顕著になっていることです。ドイツやフランスでは販売台数が大幅に減少。一方でイギリスではまだ強さを見せていますが、競争が激しくなっています。そんな中、ホンダとトヨタが新型 EV を発表。ホンダの S7 はテスラのモデル Y と競合し、トヨタの BZ3X は低価格帯 EV として中国市場に投入されました。 テスラのライバルがどんどん増えている状況です。とはいえ、テスラも黙っているわけではありません。最近のアップデートで新たなキャビンレーダー機能を導入しました。 これにより安全性が向上し、今後の EV 市場での競争力を維持できるのか注目されています。さらにテスラの株価も大きく動いています。販売不振の影響で時価総額が1兆ドルを下回る事態に、今後の展開次第では投資家にとっても重要なポイントになりそうです。 テスラはこの危機を乗り越えられるのかそれとも新たなライバルの登場で立場が危うくなるのか今回の動画では最新のデータをもとに分析していきます。それでは早速見ていきましょう。 はい。では、テスラはこれまで EV 市場をリードしてきました。しかし、ここに来て販売台数が伸び悩んでいます。ここ最近の僕の YouTube でもお伝えしていますが、特に欧州市場での苦戦が目立ちます。ドイツでは新車登録台数が急減し、2021年以来の低水準になりました。フランスでも販売台数が大きく落ち込み、2022年以来の最低水準となっております。 一方で、イギリスでの市場では依然として強い存在感を示していますが、競争が激化しているのも事実です。この状況が示しているのは、EV 市場全体は成長しているのに、テスラのシェアが落ちているということになります。つまり消費者の選択肢が増え、テスラ一強の時代ではなくなりつつあるということになります。では、なぜテスラの販売台数が減っているのでしょうか 理由はいくつか考えられます。一つは競争の激化です。EV 市場には多くの新しいプレイヤーが参入してきています。 特に中国メーカーの成長が著しくコストパフォーマンスの高い EV が次々と登場しています。そしてもう一つの理由としてはイーロンさんの発言や政治的なスタンスが影響を与える可能性もあります。これまでのようにテスラを応援していた人たちの中にはイーロンさんの発言を理由に距離を置く動きも見られています。その他にもモデル Y が新しくなったっていうのもあると思いますけれども今はやはりこの競争の激化とイーロンさんの発言 っていうのが大きな理由として考えられるのではないでしょうかこのまま販売台数の低迷が続けばテスラの成長にブレーキがかかる可能性がありますしかしそれだけではありませんそれは日本メーカーが本気で ev 市場に参入してきたことですここからはホンダとトヨタが発表した新型 ev について見ていきます テスラが販売で苦戦している一方で日本メーカーが EV 市場に本格参入し存在感を増してきています。特にホンダとトヨタは新型 EV を発表し市場でのシェア拡大を狙っています。まず注目すべきはホンダの新型 SUVS7 です。これはホンダが中国市場向けに発表した最新の EV でテスラのモデル Y と競合するモデルです。ホンダの S7 は プレミアムな EVSUV と位置づけており、高速距離も長くデザインも洗練されています。特に価格設定や性能面でモデル Y と直接競合するため、今後の市場の動きに影響を与える可能性があります。そしてトヨタも新たな EVBG3X を発表しました。こちらは低価格 EV として中国市場向けに投入されます。トヨタはこれまで EV 戦略が遅れていると言われていましたが、BG3X の投入でより 幅広いい層に ev を提供ししようとしています特に価格面での競争力があり、中国市場での販売拡大を狙っているのが特徴です。ホンダの S7 がモデル Y のライバルになるとすれば、トヨタの b c 3 x はより手頃な EV を求めるユーザーにアピールするモデルです。 この2台の登場は EV 市場全体の競争をさらに激化させていくのか今後に注目です。これまで EV 市場ではテスラが先行してきましたがホンダやトヨタの本格参入によってテスラのシェアが今後どう変化するのかが注目されています。しかしテスラもただ競争相手に押されるわけではありません。最近新しい技術を導入しさらなる差別化を図っています。その一つがキャビンレーダーです。 次はこのキャビンレーダーが何なのか、どんなメリットがあるのかを解説していきます。テスラが競争を激化する中でも新技術の導入を進めています。その一つがキャビンレーダーです。これは車内の乗員を検知し、安全性を向上させる最新のシステムです。このキャビントレーダーは最近のソフトウェアアップデートでモデル Y に導入されました。今後他のモデルにも順次対応する予定です。 では、この技術はどんなことができるのでしょうか まず、乗員の位置やサイズを正確に把握できるため、エアバッグの展開を最適化できます。これは事故時の安全性を向上させる重要なポイントです。さらに、車内に子供が取り残されてしまった場合などにも対応できます。キャビンレーダーが乗員を検知し、オーナーに通知を送ることができるため、熱中症のリスクを防ぐ効果が期待されています。また、HVAC システムと連携することで、 乗員がいると判断された場合に自動で空調を調整し快適な車内環境を維持することも可能になります。このようにキャビンレーダーはテスラの安全性をさらに高める技術の一つです。特に家族で車を使うユーザーにとっては大きなメリットになるのではないでしょうか。ただし新技術の導入だけでテスラの課題が全て解決するわけではありません。販売不振の影響はすでに株価にも現れています。 次はテスラの株価がどのように変動しているのか、そして今後の展望について考えていきます。 はい。では、ここからはテスラの株価について見ていきたいなと思っていますけれども、テスラの販売推進は、すでに株価にも影響を与えています。最近の動きとして、テスラの時価総額が1兆ドルを下回ったことが話題になりました。株価の下落は販売不振が直接の要因と考えられています。特に、欧州市場での販売減少が投資家の懸念材料となっているようです。しかし、株価の動きは、販売台数だけで決まるわけではありません。 イーロンマスクさんの発言や競争環境の変化も影響してきています。最近ではイーロンマスクさんの政治的な発言が原因で一部のユーザーがテスラを敬遠する動きも指摘されています。 それでもテスラにはまだ強みがあります。例えば新技術の開発を続けることや充電インフラの強さなどは他のメーカーにはない大きなアドバンテージです。さらに今回のキャビンレーダーのように安全性を向上させる新機能も追加されています。こうした取り組みが今後の成長につながるかもしれません。 問題はテスラがこれからどのような戦略を取るかです。価格を下げて販売台数を増やすのか、それとも新技術やソフトウェアの強みを活かして利益率を維持するのか、投資家にとってもここは重要なポイントです。テスラはこれまで何度も混乱を乗り越えてきましたが、今回の状況をどう打開するのか注目が集まっています。 あなたはテスラの今後についてどう思いますかこのまま競争に勝ち続けるのかそれとも厳しい状況が続くのかぜひコメントで意見を聞かせてください。個人的にはこの状況を打破するには新車種の発表が必要じゃないかなと思っています。デザイン、価格、申し分ないモデルの発表。できたら3車種ぐらい発表があるといいのではないかなと思っていますけれども、皆さんはどうでしょうかそれでは最後に今回の内容をまとめていきます。 今回の動画では、まずテスラは欧州市場での販売が大幅に減少し、特にドイツやフランスでの落ち込みが顕著でした。一方でイギリスでの市場ではまだ強さを維持していますが、競争が激化しているのも事実です。次に日本メーカーの動きとして、ホンダの S7、トヨタの BG3X という新型 EV が発表されました。 これらのモデルはそれぞれテスラのモデル Y と競合する SUV、そして低価格 EV として市場を狙うものです。EV 市場は拡大を続けていますが、テスラのシェアが今後どうなるのかが注目されています。しかし、テスラも新しい技術で差別化を図っています。その一つがキャビンレーダーです。この技術によって車内の安全性が向上し、 特に子供の置き去り事故防止やエアバッグ展開の最適化などより安全な EV へと進化しています。ただ販売不振の影響は株価にも現れています。時価総額は1兆ドルを下回るなど投資家の不安も広がっています。今後テスラがどのような戦略を取るのかが重要なポイントになりそうです。 はい。ということで、本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらったら、テスラに関する情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。 現在ネットショップですけれども J1772 アダプターが即日販売されましたこちらに関してはまた仕入れをしたいと思います また新しくモデル Y のペダルカバーとエンブレムを仕入れましたので、よかったらショップの方に来てみてください。いずれも Amazon より安い価格で提供したいと思います。そして今後もテスラオーナーさんが欲しいと思うようなアクセサリーを取り扱っていきますので、リクエストなどがあればコメントで教えていただければと思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた